はですね、はい、それではですね、なんでこんだけ長いことね、ウル戦争が続いているのか、今、またイスラエルとハマスの戦争も勃発しましたけども、世界がこんだけね、不安定な時代になっているのか、ね、日本がいかにして、その時代を乗り切れるのかということで、いろいろね、今まで、日本のメディアでね、ウル戦争を解説してくれて人たち、ちょっと分析してみたいなと、思って今日挙げてます、それと表題としてはね、ウロ戦争後に誰が令和の鮫島伝次郎になるのかと、この鮫島で伝次郎っていうのはね、こう裸足の弦っていう、反戦映画があるんですけどね、広島に住んでて、広島の原爆でね、家族とか周りの人がね、一挙に亡くなってしまった、そんな悲惨な、ね、状況を書いた漫画があります。でこれ漫画っていうのは広島のその市教育でね、そういう広島の原爆の悲惨さを伝えるためにね、市の教育文書となってたんですけども、その資料、教育資料となってたんですけど、今年かな、それが廃止されたということで一時話題になりましたけど、そういう裸足の弦っていうようなね、物語、そしてその中でね、町内会長っていうのがね、戦前、裸足の弦たちがもう現実的にこんなね、日本がね、勝てるわけがないと、いうことでね、昭和の時代には町内会長としてこの鬼畜米英と叫んでね、戦争に参加しない人間、あるいはね、戦争批判をする人間をね、被告人呼ばわりしてた、この鮫島で伝次郎っていうのが、戦後をね、しっかり戦争を、私は断固戦争反対に立ち上がり、戦争を平和の戦士としてね、戦争をね、これからは避ける平和主義者になってきたんですけどね、その時にね、何を言ったかっていうとね、日本の軍部のバカどもがね、イギリス戦争をイギリスアメリカに戦争をかけたと言ったけどね、この人ってその前はね、鬼畜米英で町内会長からね、どんどんとね、町内会から、徴兵を集めたというようなね、こういうガラリとね、価値観の変わってしまった人間に、戦前と戦後でね、ガラリと価値観の変わってしまった人間っていうのが、いるんですよね。そしてこのね、今ウロ戦争の方も、開戦当初、侵攻当初はロシアの侵攻をね、侵略ということで、ロシアがけしからん、侵略はけしからんというようなことで、言論一色になりましてね、そして、西側諸国、ね、EU 諸国に、ロシアは勝てないやと、スイフトをやって、経済制裁をやって、ウクライナをね、ウクライナの戦争を加担すると、ロシアっていうのはその内部崩壊を起こして、ね、ロシアの中で分裂が起こるというような論理で、ね、戦争を続けさせて、そして、ね、本来は、これもハットトノスコだもん、3月にはね、戦争終結っていうのが、イスタンブールでね、ほぼまとまりかけたんやけども、それを潰したのがアメリカ、イギリスやったと。そして無益な戦争終結をね、行って、そして、アメリカはね、武器と援助をするだけで、経済的にね、ロシアを弱体化させているというような議員も出てきて、そして今戦場になっているのはウクライナと、ね、ウクライナの国土と、それからウクライナの国民、だけやと、いうような状態、この事実、そして、また、今戦争がね、そろそろ終結し始めて、ウクライナ内部でも、戦争終結の機運が高まり、ゼレンスキーとね、戦争終結というような形で、国内がね、そう二分されてきてるというような現状になってると。もう沿線気分もウクライナで高まってると、沿線気分になってるんで、もうそろそろね、多分ウロ戦争は終結するんじゃないかと。もうウクライナ自体が経済的にもね、人為的にも心理的にももう持たないというような状態になって、
それでもね、今まだまだね、このこういう人たち、まあ、山添、高橋、兵頭、これが防衛研究所、それから山下、岩田、渡辺、佐藤、これがね、陸自出身やけど、こういう人たちがまだまだメディアでね、ウクライナ有利、あるいはウクライナに義があるというようなね、話をしていると。いうことになりますね。例えばこの山添、これはね、山添博史ですかね、ツイッターもフォロワーもって1万7000人もって、テレビも出てる、雑誌も出してるというような、ことになりますけど、まあ、やはりね、その今の現状を正しく伝えてないということね、これっていうのはね、彼らいろんな自己弁護、まあ、また見てみたらいいけども自己弁護をしてるんやけども、それが正しいと思いますね。ロシア語が、この人喋れるということを書いてあったんやけどもね、ロシア側の情報ってあえて伝わってない、変更報道が彼にも目につくというような感じですよね。それからこの高橋杉雄ね、彼も防衛研究所に勤めてるんだけど、彼はね8月の中頃うまいことメディアからね脱退しました、うんね、もう出てないと思うんで、しばらくはこういう形でスイッチとかね、サッカーのファンの方ね、ツイートをしてるんやけども、彼かなりねポジショントークが、うまくて、防衛予算を増やすためにね、ロシア、それから中国のね、対外的な危機をね、煽ってたという形でね、ポジショントークが気になって、この人はね、特別上げてますので、またこれもね、概要欄に上げておくんで見てください。それから、兵頭慎治、これも防衛研究所ね、この方よく見ますよね、この方ですけども、この方もね、よくよくね、こういう小泉とかと一緒に出てきたりとかね、渡辺とかっていうのと一緒に出てきたり、テレビにメディアに出てくるメディアの調理ですけども、やはりねちょっとポジショントークがうまくて、コメントまとめるのがうまいんですけどね、テレビ局が要求した要求通りのねコメントをしてるということで、まあ重宝して使われてるんやけども、実際ね現状を伝えてるかというと、そういう能力はないというような感じの人方ですね。それからあとはね陸自出身で、山下博樹ですかね、この方も、もう陸自退会して今作家というような肩書きになってるんかな、でも やっぱりね、まあ多少ね、分析としては まあ、ある程度納得いくような分析もあるんやけども、やはりねちょっと現状分析は甘すぎるというような感じですよね。だからまあ、このね令和の無駄口中将と言われたこの渡辺、ね、妻って呼ぶのかな、この人よりはねイケイケやないんやけども、まあ少しね、ISW、これって戦争研究所、アメリカの戦争研究所で、ヌーランドの、ね、妹の旦那さんから、何かまあそういうネオコンつながりのね、研究所の情報を頼りにしてるんで、ちょっと情報分析が甘いですよね。で、岩田清文、ね、この人はこの顔もよく見ますよね。この人もね、まあ、Twitter X はないんやけどもよくね出てきて、やっぱりね現状分析っていうのはこの陸自っていうのはちょっと甘い現状分析が結構あるんですよね。でね、そういう陸自でね結構ねスロビキンラインの時も甘く見てね、そのクリミア侵攻っていうのも結構甘い分析やったんやけどもね、陸自出身やとその三段にね、塹壕が掘られてるとこでね、そんだけ早くですね、戦車が来たからっていうて航空支援がないまま、進むっていうわけがないんですよね。だからここね、この、この小川家教室元陸将ってのはかなりね正確に現状分析をしている人なんでね、これぐらいの分析能力があればいいんやけども、やっぱり
校の人もね、メディアの長寿というか、ね、陸自出身で大した分析力がない、ね、彼らも、まあ、ある程度ウルフ戦争が終わった時には、ロシアが勝つと思ったとかって言うんじゃないかなと思います。でこの、渡辺、ね、エツバっていうのはこれはね確実にもう振り切ってますね、振り切って、ウクライナ応援にね、振り切ってるんでね、もう、かなりね、その陸自能力とかね、陸軍能力ももう全く無視したような形でウクライナ応援団に、なってるんでね、これはもう、中村逸郎と一緒でメディアのおもちゃになってます。だからある程度ねちょっと応援歌を入れたい時には差し挟むということで、まあ見ていただいたら分かる通り、もう全くの おもちゃね、本当ですかというツッコミを入れられるような形のおもちゃになっていると。で佐藤正久、こいつはね、まあ、参議院議員なんやけども、やっぱりね時々メディアに出てくるんですよね、このウクライナロシアの戦争、まあ陸自出身で、そういうのもね、そういう技術力も入れてというんやけど、まあもう彼はね、ヒゲの隊長ってイラクの時にそういうね、イラクのね、うん、復興支援の時の、その向こうの方面の隊長やったんかなね、でもまあそれでヒゲの隊長が有名になったんだけども、それからヒゲ剃られへんようになったんだけど、まあ基本的にはメディアの長寿と、長寿というかまあ、タレント議員と。いうような形で、今はね、政府がね、ウクライナ応援になってるから、ウクライナ応援、そしてまあ陸自もね、そういうね、大した現状分析はできへん、基本的には言われたことを淡々と こなすような、まあ、陸自出身、ね、陸上自衛隊のね、というような形ですから、現状入分析能力も低いし、自分で考えるという能力も低いような人たちですね。こういう人たちがね、防衛省に防衛関係でたくさんいてるっていうか、まあ、メディアのね長寿として出てくる人っていうのが、まあこれ戦争が終わった時点でね、ウクライナはねもう戦力的に勝たれへんかったとかね、負けるのは分かってた。言い始める鮫島で伝次郎に、ね、なる、まあ、全員、僕はなるとは思ってるんですけども、そういうなる人が、ね、いてる。でこういう人っていうのは非常に 現状分析能力が低いんですよね。だからさっき挙げた小川さんとか、持田さん、まあね、これも陸将、それから矢野さん、これは陸将法でしたけど、そういうね、きちっと現状分析をできるね、うん、陸自出身の方もいらっしゃるんやけども、やっぱりメディアの長寿として使いやすいんでしょうね、こういう人たちが出てるんやけど、まあこういう人が多くない。そして陸自の現状分析、防衛圏の現状分析ってのはもっと高いとは思いたいんですよね。彼らは雑誌とか本を出してる、ね、わずかばかりのその政府のトリクルダウンを期待して、今だけ、彼だけ、自分だけの鮫島伝次郎、彼らだけがね、そういう人やと思いたいんで、これ以上の人が出てこないように、陸自内部、ね、自衛隊内部はもっと現状分析が高いと思いたいです、期待したいです。日本の防衛力には期待してます。